まずはお手元の資料をご覧ください。今回の計画は桜町全体の大規模な発展を目的としたものであり、ね、あの太い人気になるんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかフラフラしながら妖怪近づいてきたけど、いってらっしゃいあなた。今日は大事な会議があるから帰りが遅くなるよ。分かってるわ、忘れ物しないでね。大丈夫、行ってくるよ。行ってらっしゃいまし。なんかついていきよる、ついていきよる。何あれ、帽子。めっちゃついていきよりやん。何、懐かれた。電車が来るまでまだ時間があるな。出発する前に書類を確認しておくか。何何何何、なんか吸い取られる。何が起きた？ん？何をしていたんだっけ？書類の確認だよ、書類の確認。ああ、電車が来たな。急いで行かないと。もしかしてそれ。え、あいつもついてくる？見えない。見えない。忘れている。大事な書類じゃなかったのか、それ。忘れ物かな。どうするんだあれ。あ、届けてくれってこと。でも家じゃないよ、忘れたの。あら、パパからだわ。駅にあることは分かっとんかな。大変あいな、パパが小日向駅に大事な書類を忘れてみたい。あ、分かっとるんやね。それを探してパパに届けてくれる？ね、なんかこのさ、キッチンの奥のあのスペースめっちゃおしゃれじゃない？封筒にはパパの名前が書いてあるから、駅員さんに言えばすぐにわかるそうよ。あ、なるほど、名前があるんやね。よーし。わかった。パパは会議の時間が近いみたいなと、急いでお願いね。へえ、子供ん頼むなよ。ウィス？しっかり者のアイネちゃんのお父さんが忘れ物なんて珍しいですね。どうして駅に忘れちゃったんだろう。とにかく今は急ぎましょう。小平田駅は段々坂の方でしたね。行きますよ。お父さんのピンチを助けられるのはあやなちゃんだけです。あ、そういえばなんか駅みたいなのあったね。自転車がいっぱい止まっとってとこか。お父さんの忘れ物。小平田駅でお父さんの書類を探そう。よし、探しますか。何しよん、門から出てないよ君。段々坂に昇天寺っていう寺があるだろ。あそこの和尚、変な力があるらしいんだよ。確か物と物をくっつける、そんな磁石的な力だったはずだぜ。妖怪ね。まあ妖怪の存在自体を知らんであろうから、そういう解釈になるのか。あ、この人、え、違う。ああ。君ちょっといいかな、捜査に協力してほしいんだが。お、違っとった。なんでかしよう。ありがとう。早速なんだが、この辺りで怪しい人を見なかったかい？何か事件でもあったんでしょうか？見てないか。実は最近、この辺りで空き巣の被害が多発しているんだ。君も家の戸締まりには十分気をつけるんだよ。それより、泥棒が悪いのはもちろんなんだが、この辺の人たちがみんなちょっと不用心すぎてね。もしや不用心棒？空き巣に入られた人たちのほとんどが鍵を開けっぱなしで留守にしてたんだ。泥棒に入ってくださいと言ってるようなもんだよ、まったく。そんなにたくさんのお宅が鍵を開けっぱなしにするなんて、これはもしや妖怪不祥じゃんけん鍵開けっぱ事件では。そのまんま。となると犯人はあの妖怪。私が推測するに犯人となる妖怪は3匹ぐらいいますね。3匹マジで。近くの家の玄関先に怪しい妖怪がいないか探しましょう。戸締まりを忘れずに発生。この辺、あ、ほら不用心坊や。早速一人目発見。でもこれをどうやって解決しましたよって報告するん。不用心棒を見つけた。戦うん、話し合い。この家も開けっぱなし。よーし、さて次の家はっと。この家も鍵が開いたまま。急いでこの妖怪を追い払いましょう。戦闘や。よし、追い払おう。プリチーノジーン、影丸になってさ、技変わった。ちょ、見たい見たいね、見たいけん、わざと刺して。忍法影走り。おお、みんみん斬りじゃなくなったよ。
素早さが大アップ。ちょっと攻撃技なくなってやん攻撃技じゃなくなってやん。ミンミン切りが良かった。くそー。あ、もしかして全員やっつけた。いや違うね、もう一匹おる。炸裂肉球使うまでもないとは思うんやけど。え、なに、頑張るね。ちょっと待って待って、あー、さすらい玉がさすらい玉を打ちたかった。くっそー。なんかお金が結構集まるようになってきたね。他は、お、こっちか、この辺りや。どこでしょうか。あ、こっちやね。ちょっと待って、ここや。はい、不用心棒にキーキー目。オッケー、これも追っ払うね。不用心棒を見つけた。僕はいつでも不用心。あなたのお家も不用心。こちらに気づかず鼻歌とは本当に不用心なことで。さあ、泥棒が入る前に追い払ってしまいましょう。かわいいけどねかわいいけど、確かに鍵開けっぱにされるのは困る。さあ、あとは、あ、熊の家、ここなんやね。なるほど。熊の家は個性的で面白いね。うん。この前は恥ずかしいところ見られちゃったな。忘れてくれよ。それはちょっと無理やけど。熊島製作所。もしかして。あ、熊の家は大丈夫。こっちかな。何、誰、あ、不用心棒か。これ裏口じゃないん。あ、まあ裏口からでも泥棒は入るか。不用心棒を見つけた。目の前で妖怪退治。なんだお前は。取り付いて不用心にしてやる。財布を道端に置きっぱなしにして泥棒さんどうぞ盗んでくださって。財布持ってねえし。そこすいません、得意に乗りツッコミがつい。私は大丈夫です。さあ、バトルを。うん、ウィスパーはそのままでも十分不用心だと思うよよし、この辺の容器は消えましたよ。おまわりさんに街の予想を聞いてみましょう。そんな一瞬でわかるわけないんや。把握できんやろいや、さっきの子じゃないか。そうだ、聞いてくれよ。ついさっきこの辺りの住民の人たちが一斉に帰ってきてね、ちゃんと戸締まりをして出て行ったんだ。みんな急に家の戸締まりのことが気になったらしい。不思議なこともあるもんだな。空き巣の被害も出ていないようし、私も安心してパトロールを続けられるよ。泥棒さんもちゃんと捕まってくれるともっと安心なんですけどね。まあそうよね、不用心にしたのはしたけど、泥棒はおるってことやもんね。まあそれはおまわりさんにお任せしましょう。ひとまず事件解決。戸締まりを忘れずにバッチリ解決。イエーイ。すごいね、ちゃんと読める。月決め駐車場無断駐車禁止。はい、解決。やったね、レベルもアップ。お、ボーナスチャンスやん。来い来い。ほっ、やったね。この平和な感じ好きあったりー。ダンシングスターを手に入れた。今にも踊り出しそうな星。んで、ここか。来た来た。こんにちは。どうしたのかな、お嬢ちゃん。私、パパがこの駅に忘れた大事な書類を探してるんです。封筒にパパの名前が書いてあるはずなんですけど。あ、お子さんが取りに来るってさっき連絡があったやつか。この書類で間違いないかな。いや、そこはさ、ちゃんと名前言おう、こっちから大事な書類を手に入れた。ウィス。封筒にお父さんの名前が書いてありますね。間違いないようです。ありがとうございます。これです。ありがとうございます。大事な書類が見つかってよかったね。さあ、あとはお父さんに書類を届けるだけです。早いところ電車に乗ってしまいましょう。あ、これでまた行動範囲が広がる。電車に乗って桜中央シティに行こう。これか、桜中央駅に行きますか。行きます。ゴーゴーゴー。はい、到着。人が多いね、やっぱ中央っていうだけあって。よし、これパパ。だいぶ遅くなっちゃったな。君も早く帰らないとダメだよ。全然違ったわ。え、そんな時間、ち
っと時間がよくわからんけど。どこ？あとはお父さんに書類を届けるだけ。ん？ん？何？どうしたの、ウィスパー？どうもこうもウォッチしてみてください、アイナちゃん。何？え、なんかいっぱいおる、あいつやん。なんなのこの妖怪。後ろにも。これは妖怪忘れん坊です。あ、そういうこと？それで？この妖怪に取り憑かれたものは忘れっぽくなってしまうのです。こんなに大量なのは私も見たことが。取り憑かれた。忘れた。はて、何の話でしたっけ。忘れん坊の話だよ。そうそう、そうでした。お父さんが大事な書類を忘れたらも、この妖怪の仕業に違いありません。そうだった。早く書類を届けないと。もう時間がありません、アイナちゃん。忘れん坊に取り憑かれてしまったら、何をしていたのか忘れてしまいます。奴らに捕まらないように、お父さんの会社を目指すのです。そういう感じ。行きますよ。さあ、大急ぎで会社に向かいましょう、アイナちゃん。お父さんの会議まで、あと3分しかありません。しかも制限時間付き。よし。うん。やめてよ。めっちゃおるやん、やば。待って、囲まれてます？大急ぎでお父さんの会社に行こう。これは鬼時間みたいな感じで、スタミナ減ったりする？会議までのお父さんに書類届けよう。あ、ないわ。やったね。いえー、赤信号渡っちゃったやないかい。待って、行き止まりやん。あ、まあでも追いかけてくることは、追いかけてくるか、わからんけど。ちょ、待って、ここめっちゃおるやろ。ほら、追いかけてくる。消えた。おらんなるんや。待って、どこ？あれか。ちょっとなんか、ちゃんと絞ってからいかんとわからんくなりそう。これやんね。あー、よかった。もうちょっとなんか、大変なことになるかと思った。ここにはいないようね。お父さんに書類を渡すまで油断してはいけませんよ。奴らが追いついてこないとも限りませんからね。まだ時間消えてないんやけど。大丈夫？7階だったっけ？エレベーターですぐですね。さあ行きましょう。ウィスパーはなんでそんなにすぐ取り憑かれる？ウィス？ここはどこ？私は誰？そこから。何？どんどん忘れる範囲が広くなるの。中にもおるやん。やばい。ちょっと待って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 。乗らせて。パパの会社は7階だったよね。まだ気が抜けない。もう大丈夫？あ、おったおった。ん？あゆな。パパ、書類ってこれでしょ？あれやん、普通の会社員と同じグラフィックやん。大事な書類を手渡した。ありがとう、あゆな。助かったよ。よかったですね。さあ、会議に行きましょう。あ、隣のケイタくんのお父さん？こんな大切なものを忘れるなんて、私はどうかしていたようです。同じ会社で働きよんや。まあまあ、そんなこともありますよ。間に合ったんだからよしとしましょう。アイナ、本当にありがとう。後で改めてお礼をするからな。気をつけて帰りなさい。パパも頑張ってね。ふう、なんとか。なんとか間に合ったみたい。忘れん坊のせいで散々でしたが、無事に書類も届けられてよかったですね。さあ、うちに帰りましょう。てか、会社さ、受付でとか何にも話なしで、スッて上上がれるんやね。やばくない？セキュリティ。皆さんお集まりですか？本日は弊社が提案する都市開発についてご説明させていただきたいと思います。まずはお手元の資料をご覧ください。今回の計画は桜町全体に大規模な発展を目的としたものであり、ね、太い人気になるんやけど。個性ありすぎじゃない一人だけ。ああいうミニチュア見るの好き。かわいいよね。電車で家に帰ろう。ふう、平和な世界。もう忘れんぼおらんくなったん？ねえ、大丈夫？私何も言わずに行ったけど。はい。いかがなさいましたか？各オフィスへは左手にあるエレベーターでどうぞ。すっと行けるんやね。そんな感じ？ん？まだ何か。もう、来た。もうヘトヘト。電車で帰っちゃおう。忘れん坊のせいで走り回されてしまいましたからね。大丈夫か、おい。あら、ふー、ふみちゃんに。あ、なんかもう一体来た。
私どうして駅前にいるのかしら。まあ、おやおや、また忘れ物取りつかれてしまいましたね。あ、アユルちゃんが隙だらけだからそんな目に。もうすでに2回取りつかれた人には言われたくない。おにゃ、はて、なぜに駅前に。ああ、もう2人とも忘れてしまったやん。ウィスパーだって人のこと言えないよ。もう許せません、あの妖怪を捕まえましょう。なんで、あんな悪さをする妖怪を放っておくつもりですか。そんなことできるはずありませんよね。ありませんよね。あー、めちゃくちゃ怒ってる。頑張れウィスパー。めっちゃからかわるよ。やん、逃がしませんよ。待ってよウィスパー、あっちは放置。忘れん坊を追いかけよう。マジか、待って、とりあえずやね、これ何、あ、長花や。そっと消す私。んと、こっちの方向に今下ウィス、今度こそ捕まえますよアイラちゃん。あ、車道の向こうに逃げるなんて、なんて憎たらしい。逃げられてしまいます。信号が変わったら飛び出さないように急いで追いかけましょう。めっちゃ熱くなっとるねウィスパー。信号を、よし、あれ、もう少しでさ、エナちゃん、急いで捕まえてしまいましょう。歩いても結構近いやん。二度と私たちをバカにできないよう、ギャフンと言わせてやりましょう。忘れん坊はパン屋さんの方です。さあ急いで。圧巻ベーカリーか、どこ、こっちかね。別に電車を使わんくっても普通に普通に帰ってきたよ。ちょっと、とうとう追い詰めましたよ。んー、どうしてくれましょう。ヘラ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 すんなし。もう逃げないみたいだね。素晴らしい、遊んでくれて満足。ヘラヘラ、みんな遊んでくれない、忘れん坊寂しい。え、なんかかわいそうな感じ。あれ、もしかして友達が欲しかったの。つまりいろんな人に取り付いていたのは遊びたかったからだったんですね。ウィス、そういうことであればとっとと友達になってしまいましょう。とっとと友達に。またいたずらをされてはたまりませんからね。ん、じゃあメダルをくれるんでね。イエーイ、忘れん坊と友達になった。忘れん坊、ニックネームはなしで。忘れん坊の情報を妖怪大辞典に登録した。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。忘れん坊、友達欲しかっただけ。友達、友達、やれやれ、大変な目に遭いましたが、これでいたずら、これでいたずらも終わりですね。よかったよかった。また取り憑かれたけど。ここはどこ？私は誰？どこまで記憶を吸い取るんだ。え、これで終わり？マジで？続く。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、なんかさ、一つのショー終わるのめっちゃ早くなかった今回。やばいね。忘れん坊あれだけ、特に戦いもなし。